稲葉明は、西宮市出身の将棋騎士。井上啓太九段門下。騎士番号は269。天強豪の稲葉聡氏は実刑。関西所属であり、糸谷哲郎、豊島正幸、村田健博氏と共に、関西若手四天皇と呼ばれる騎士の一人。幼稚園時代に、父親の影響で将棋を覚えるが、父と兄が全く勝たせてくれないため、最初は逃げていたという。 当時は、運動好きで主にサッカーをやっていた。小学2年生の時に、地元の将棋センターに通い始める。奨励会の入会試験では二次試験で、糸谷哲郎と当たり勝利する。第42回奨励会三段リーグで13勝5敗の成績を収め、2008年4月、19歳でプロ入り。プロ1年目で10連勝と8連勝を、各1回記録したが、 叶い詰めたの11連勝に、あと一つ及ばず、将棋大賞の連勝賞を受賞できなかった。初参加の規制戦となる第80期規制戦において、タイトル経験者で A 級球団の谷川浩二、郷田正太からを破り、8連勝で決勝トーナメントに進出。さらに、元竜王で A 級球団の藤井武谷川を破って挑戦者決定戦に進出。しかし、 木村一気に敗れ、羽生義晴規制への挑戦権獲得と五段昇段のチャンスを逃した。さらに、竜王戦では、初参加の第22期竜王ランキング戦6組で優勝し、本戦トーナメント入りを果たす。その一方で、新人王戦の初戦で、女流騎士の里見か奈に敗れ、女流騎士の対談性騎士勝利の最年少記録を、献上してしまった。2010年度の、 第81期規制戦は前期成績により本戦にシードされる。準決勝で渡辺明に敗れたものの、またもベスト4に入りし、次期のシード権は確保した。同年度、第69期順位戦 C 級2組では稲葉を含む5人が発祥2敗で終えたが、前期順位の差で昇級を果たし、これに伴い5段に昇段した。第24期戦5組で優勝し、 二度目の本戦進出。翌第25期竜王戦4組でも優勝。2013年第21期銀河戦で橋本隆則を下し、初の一般棋戦優勝。これにより7段へ昇段を果たす。2015年3月28日、将棋元王戦ファイナル第3局にて屋根裏王と対局し、116手で敗れた。 2016年2月18日、第74期順位戦 B 級一組、第12回戦にて、畑山賃7段に勝利し、最終局を残して2位以上が確定。A 級昇級と8段昇段を決めた。2017年2月25日、第75期順位戦 A 級最終戦で、森内敏之九段に勝利し、 8勝1敗の成績で首位を保持し、佐藤天彦名人との名人戦の挑戦権を獲得した。これにより、2年連続永久に初昇進した騎士が名人戦に挑戦することとなり、20代同士の対局は、1996年の羽生義晴、名人対森内俊之八段以来、21年ぶりとなった。2017年度の 第75期名人戦七番勝負は2勝4敗に終わり、稲葉の名人位奪取はならなかった。第76期順位戦 A 級では2勝4敗からの4連勝で自身も含めた6人によるプレイオフとなる。2年連続の名人挑戦権獲得をかけたプレイオフでは羽生義晴に敗れた。第67回 NHK 敗戦では中学生騎士として話題になっていた。 藤井聡太を3回戦で破る、等で順調に勝ち進み、決勝に進出。決勝で山崎高幸に敗れ、準優勝となる。第69回 NHK 敗戦で2年ぶりに、決勝まで勝ち進むも、決勝で深浦孝一に敗れ、またもや準優勝となった。翌年、第70回 NHK 敗戦で2年連続で、決勝に進出。決勝で、 斉藤慎太郎八段に勝利し、三回目の挑戦で、初優勝を果たした。基本的には、角代わり、横ふどりなどを多く誘い飛車等である。どちらかといえば受け将棋であり、カウンターの鋭さには、定評がある。電王戦での二つ目は、対前自弱の冒険家。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、 衝撃誌の在籍クラスを参照。ありがとうございます。